皆様ごきげんよう。宇宙天の川ヒガ太陽系第三惑星地球ネホナタキャに住んでいるスイカメです。本日の動画はこちら。スイカメちゃんとお話読み聞かせの動画だよ。本に食べられちゃう。ねえみんな、いつもおもちゃを出しっぱなしでお母さんにお片付けしなさいって注意されてない？それはね、お母さんが知っているからなんだよ。君を守るために言ってくれているんだよ。実はこの世界のものはすべてモンスターなんだ。いつもは優しくて何にもしないよ。でもね、君が彼らを大事にしていないと大変なことになっちゃうんだ。あ、信じてないね。なら、お母さんの言うことを聞かなくていいよ。何が起きても知らないよ。じゃあこれを見て。みんな戦いごっこや本を読んだり、絵を描いたりと夢中で遊んでいるね。でも、片付けしないで、次のものって、出しっぱなしだね。だんだん、足の踏み場がなくなってきたよ。気をつけて。ああ、本を踏んじゃった。あんなに強くおもちゃをぶつけて。ああ、クレヨンが折れちゃった。知らないよ。お母さんがせっかく注意してくれたのに。食べられちゃったね。モンスターたちに気がついた君は、もうおもちゃ出しっぱなしにしないよね。おしまい。ピンポンパンポーン。これはスイカメが作ったお話です。本当のことじゃないので安心してね。でもお片付けはきちんとやろうね。ピンポンペンパーン。最後まで見てくれてありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価お願いします。それでは別の動画でお会いしましょう。バハハーイ。